いやー、久保さんも負けず嫌いじゃないですか。久保さんもね <laughs>。いや、負けず嫌いがちょうどいいんじゃないですかね。うん、負けてたまるものかと。昭和魂にしましょうか。昭和魂に <laughs>。やっぱね、昭和魂ですよ。昭和 <laughs>。昭和の考えは、令和でも使えるということですね。 昭和の考え方というか、考え方じゃないですね。昭和の魂は、令和でも使えるということですね。考え方は変えていかないといけないですけど、その、内から出る、内から出る昭和ですね。<laughs> そう。それは、まあい、いつの時代でも使えるかなと。ただ、武士道のね、精神、武士道の魂、今でも使えません。うん。だからなんだろうな、まあ、この、 億万長者シリーズでね久保さんが内から出るものっていうねワードを何度もこう,こう言ってくれてますけどあ僕ができるのは他の人に比べるとうちは内側からその分け出るものがめちゃくちゃあるっていうのがまあ一つあるでしょうねまあ、いろんなもちろんありますけど多分それがみんな枯渇してる部分があるんでうん、多分ですよ多分 あの、特攻隊とか行ってた人がね、あの、YouTube があって、まあ、それで、なんだろうな、あの、飯が食えるってなった場合、めちゃやってると思いますよ。うん。多分やってますね。<laughs> <laughs> そう。めちゃやってるんじゃないですかね。なんか、わからないからできませんとかね。だって、死にたくないから突っ込めませんって言えないじゃないですか。 まあそれ、命腫れた人たちなんで、多分、まあ、あの、じゃあ特攻隊で行くのか、YouTube10 万本取るのか、どっち選ぶかっつって、多分10万本取るを選びますよ、多分。その時代に YouTube あったら。どうですかね。まあ、究極の選択ですよ。特攻隊で突っ込んで死に、死にに行くのか、それとも10万本 YouTube アップするのか、多分10万本選ぶでしょうね。まあ、これみんな選ぶかもしれないですけどね。 まああの、まあ精神論が嫌いな人とかね、マインドが嫌いな人ってすげえ多いと思うんですけど、僕はもうなんだ、それが全てかなと思います。自分の精神を支えるのは精神なんで、いってらっしゃい。